こちらはポルシェのブースです、ポルシェ広報の木内さんにお話を聞きたいと思います。木内さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の東京モーターショーでのこのポルシェブースの見どころはどういったところでしょうか。やはりですね、日本で初めてなんですが、ワールドプレミアの車が3台あります。ステージ上にあるですね、ニュー911のカレラ 4S、それからカレラ4カブリオレ、それとですね、こちらにありますマカンの GTS、この3台ですね、はい。なんかちなみに今日プレスデー2日目なんですが、今日登場した車があると聞いたんですが。そうですね、昨日まではですね、あちらのステージ上に、あったのがカレラ 4S とマカン GTS だったんですが、今日からですね、カレラ4のカブリオレも置いてます。なるほど、バリエーションが増えた、 そうですね、そんな感じですね。はい、その通りです。はい、ありがとうございます。